はい。ドラえもんのび太と空のユートピアのネタバレをしたいと思います。あの、タイムツェッペリン号ですね。あれは何だったのかっていう話ができればいいかなと思っています。えー、まあタイムツェッペリンですよね。えー、まあどこでもドアでもいいんじゃないかって感じもしますし、タイム、えー、タイムマシンか。 もうタイムマシンが出てこないじゃあ終わりですね、えー。タイムマシンでですね、時間移動もできるんで、特に問題なさそうなんですけどね。えーまあえー、タイムツェッペリンで、えー、時空ですね。えー、時空を、えー、飛び越えて探しに行くっていう感じなんですけれども、 えあれが、えー、ずっと強調されていたのがレトロタイプですよレトロタイプですよって言ってよくこんなもんが売れますね買いますねみたいな感じでね、えー、山ちゃんが言うんですが その中がですね「ゼッペリン」っていうだけあって、まあ、ドイツ風なんですねドイツのクラシック風になってこう、えー、針がね、えー、外に出て見えるようなねなんか、えー、ドイツだかスイスだかアルプスだかちょっと分かりませんが、えー、まあそんな感じのヨーロッパ調のね、えー、デザインになっていてわざとそうしているということなんですよね。そしてててケーキがいいいっぱいついてて でやたらねタラップが降りてくる時とかの描写が細かいんですよね。そしてこう発信とかも手順をいろいろ踏まなきゃいけないっていうまあ敵機、えー、とかね男の子は大好きなやつですよね。でまあ、えー、同一性っていうことが一つのポイントになってると思いますし、えー、中にですねいくらどうトるとはいえまあ、えー、ブラウン管のテレビ テレビモニターが、ねえー、あるわけなんですよねこれはさすがにやりすぎなんじゃないかなと思いますがあれはやっぱり意味があるんだなってね、えー、思いましたでまあ、えー、このツェッペリンはドイツのね帝国主義の中で生まれた、えー、移動手段で、まあ、最終的に戦争で使われたかどうかっていうのはねちょっとあれなんですけど、まあ、過去の遺物ですよね で、えー、このツェッペリンがですね過去の遺産のツェッペリンに、えー、ブラウン管のテレビをね載せてるわけですねこのブラウン管のブラウンも、まあ、ドイツの人ドイツの発明者の人なんですねなんでこの、えー、ドイツの発明者の人が作ったブラウンさんが作ったブラウン管が置いてあって、えー、まあなるほどなって感じなんですが あのテレビの意味はあのええー、ッペリン号そのものがええー、テレビ世代っていうね、えー、をイメージしてるんだと私は思いますつまりええーね、その一つ前のテレビを見て育ってテレビのおかげで飯が食えてそれその世代ですね アニメ世代、手書きアニメ世代、セルアニメ世代の人たちの象徴、えー、段階ジュニアの象徴が、あのタイムツェッペリーなんじゃないのかなと思いますね。だから、えー、ブラウン管テレビが置いてあるということですね。これは、一つ前の映画の、えー、モミタのリトルスター・ウォーズ2020ですかね。えー、そこ、 とちょっと関連していていあの映画は、えー、ピリカ星に行くとスマホとかインターネットは多分ないんですよね。それでみんなはじゃあ何で情報を仕入れてるかっていうとテレビなんですよね。そして街頭テレビやお店にあるテレビや、えー、お茶の間でみんなで揃ってテレビを見てるっていう昔懐かしい世界なんですよね。 そしてわざわざ、えー、テレビ局を占拠しようっていうね話まで出てくるわけなんですよつまりあれは、えー、テレビ局員テレビ世代テレビ局、えーまあ、テレビの人たちですよねテレビの周りの人たちの黄昏がね、えー、今回、えー、前回ですね、えー、ニトル・スター・ウォーズで描かれているとそしてテレビを見て みんな賢くなってそして、えー、デモを起こして革命を起こしてくれる存在に,になってたらいいななったらいいなみたいなそういうパラレルワールドなんですよね。それが、えーにえー、地球より文明の進んだピリカ星をモチーフにね、えー、まあ文明がどっちが進んでるかちょっと難しいんですけど <laughs>、えー、モチーフになってるっていう。 そのインターネットがないイフの世界がまあピリカ星なわけですよね。そしてそこにですね、ドラえもんというまあ22世紀の、えー、ロボットが進行してきてですね、で、えー、軍隊がドラえもんにれ伏すと、降参するってことですね。あの軍隊っていうのはま,あテレまさにテレビ局員ですよね。 でテレビ局員は、まあ、ドラえもんという、ねまあ、ネットフリックスですよね黒船にですねれ伏、えー、して今度はそちらで働きますということですよねそしてまあ大統領独裁者は何、えー、かやらかして、えー、捕まるということですよねまあなべつねですよね<笑><笑>まそういうのがね、まあえー、前回のピリカ製 リトルスターウォーズ2020だったと思うんですが、まあ、それを受けて今回は、えー、そのテレビ局、テレビ世代はね、ご引退ということで、えー、タイムチェッペリンっていうのを出して、えー、そういう、えー、夢がありましたねと。でも今はもうね、えー、あなたたちの時代は終わりました。引退してゆっくりしてくださいっていうことで、このタイムチェッペリンをね、 出してきたんですねただそれだけではなかったですよね。えー、ドラえもんたちが向かうのは、えー、空に浮かぶユートピアなんですがあのユートピアの形は何かっていうとあれはインターネットエキスプローラーですよね。なのでブラウザーですよね。でそのブラウザーの世界にね、えー、タイムセプリンで。 行くんですが、まあ、見事撃沈されてしまうとね、さすがインターネットってことなんですよね。で、えー、それで撃墜されて、ちょっと前の方がぶっ壊れるんですよね。そして最後、えー、そのインターネット、インターネットですね。まあ、要するに、えー、今インターネット、えー、結構やばいことになってて、フェイクニュースとかね、デマとかですよね。そしてそこから、えー、そして洗脳ですよね。えー、それ、そこの世界から脱出するときに、過去の えー、偉人が残した、えー、遺跡である、遺物であるタイムセッペリに乗って、裏山というね、えー、アラ々と山ですね、えー、ノアの箱舟がついた山ですよね、に、えー、まあ、えー、住民とかを避難させて乗せて、えー、不時着するみたいな形になってて、まあ、ここは、えー、ノアの箱舟伝説をそのまま使ってるんですが、 このタイム・ゼッペリンはじゃあ何だったのかっていうと、えー、インターネットっつうか、えー、あれですね、えー、ユートピアはもう一つ、えー、イメージがあってそれは、まあ、福島第一原発ですよね。で福島第一原発の、えー、イメージそして汚染水が漏れていて天気雨が出る。えー 放射能を浴びさせる。そして、えー、雨ですよね。雨を舐めると、えー、その放射能が効かなくなる。えー、これはまだ、要素、えー、要素、雨でしたっけ要素材でしたっけそうですね。えー、を、えー、原発事故、えー、事故可能性がある地域に配るみたいなね、話があってとか、を配ってるんじゃないのかなと思いますが、まあ、えー、あの、ユートピアっていうのは、 え原発のイメージなわけですねなので、このヤマトであるタイム・ツェッペリンで、えー、そのユートピアに行くっていうのはこのユートピアは何なのかっていうと、あれが、えー、イスカンダルっていうことなんですよね。で、えー、タイム・ツェッペリンの、えー、頭のところがぶっ壊れて剥き出しになってるっていうのは、あれは波動砲を撃つっていうことなんですよね。そして最後、えー あのゴミ袋にね、えー、あれは、えー、もう忘れてしまったんだ。ゴミ袋に、あのユートピアを全部入れたのかな。それで、えー、メルトダウンして、えー、やばいっていうことになって、 であの猫型パーフェクト猫型ロボットくんが持ってきますっていうのはね、えーまあ、まんまヤマトと同じですよね。そして真っ赤なスカーフをしてるわけですよね。 ま、その、その前にみんなで支えるっていうのがあったんですが、まあ、それはあれですよね、えー、逆襲のシャアですよね。逆襲のシャアと、それから宇宙戦艦のヤマトをね、合わせたのが、えー、シンエヴァですよね、えー。あ、エヴァンゲリオンですよね。そして最後のエヴァンゲリオンのであるとこのシンエヴァではですね、えー、最後ミサトさんがですね、ヤマトの艦長服みたいなのを着て、そして、 ブンダーっていうのは箱,骨箱舟っていうね意味なのかな、えー、博物館って意味もありますよね、まあそこに全部種が載ってて箱舟になっていてでそれが、えー、宇宙戦艦ヤマトと同じくね、えー、宇宙戦艦ヤマトがモデルになっていてそして、えー、最後に えー、旧型のエンジンを、えー、起動して突っ込んで特攻していくっていうところはね、まあ、全く、えー、今回の、えー、のび太と空のユートピア、そして、マ、まあ、シン・エヴァンギリオンね、えー、このヤマトの描写が同じになっているということなんですよね。なので、まあ、今回のね、えー、のび太と空のユートピアは、 え、まあ、ベースがね、えー、宇宙戦艦ヤマトだったんだなってね、そういうお話でした。